韓国で人気のこのお団子アレンジ、めちゃくちゃ簡単でした。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は今韓国で人気なお団子アレンジのご紹介です。結構ねこれやってみて思ったんですけど、めちゃくちゃ簡単で、多分お団子アレンジが苦手な方とかでもこれ簡単にできるかなと思います。今までね、いくつかちょっとお団子アレンジ、まあなんか海外で人気のやつとかも出してたんですけど、やってみて自分の中でなんですけど一番簡単かなと、でなおかつちょっと可愛く仕上がるかなと思いますので、ぜひねお団子アレンジ好きな方、よかったらこの方法も覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、では始めていきます。まずね、後ろで髪の毛をまとめます。結構ね、綺麗にきっちりとまとめたい方に関しては、ブラシで溶かしながらまとめるのがおすすめです。で、大体まとめる位置が、まあ耳より下あたりぐらいでまとめて、ゴムで結んでいきます。で、1回転させて2回転目で、右手にゴムを入れて、この毛先をこの手のひらに巻きつけます。こういう風に右手ですね、右手に巻きつけて、で手を外して、でこのゴムを上から結んでいく、こんな感じですると結構ねガチッとお団子が止まります。あとはね、少し形を微調節して、まあ、こう、ほぐしてもらってもいいんですけど、まあ、今の時期とかね、あんまりほぐしちゃうと、髪の毛が広がって、膨張したりとかも見えるので、結構タイトでいいかなと思います。で、毛先はね、長い方もいるし、短い方もいると思うので、まあ、ちょっとね、気になる方に関しては、ちょっとこの中とかにめくって少し中に入れてあげると、隠れてくれたりもするので、まあ、気になる方は入れてもらって、まあ、そのままでも OK な方はそのままでも大丈夫です。で最後にね、まあ、ゴムの部分だったりとかがちょっと気になる方に関してはこういったヘアフックみたいなものをねちょっとつけて形の整えていけば完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。めちゃくちゃ簡単じゃなかったですか。結んで2回転目で右手のこの手のひらって僕言っちゃったんですけど、この指に毛先を巻きつけて、で巻きつけたところで手を外してこっちのゴムを結ぶ、ただこれだけです。で今回ほぐしてもなかったりもするので、もう結構ね髪の毛も綺麗に見えるかなと思います。くせ毛の方だったりとかね、もう梅雨の季節広がる方に関してだったりとかはかなりね使えるお団子アレンジかなと思いますので、ぜひよかったら皆さんやってみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。